で下を向いてもらうことでバックの方がちょっと回しますね。はい、ほぼ白ですね。そうですほぼ白のグラデーションのアッシュのグレージュ。はい、でもちょっと1回しかブリーチしないで、まあ、その多分モデルさん前に近づけるのは2回3回のブリーチが必要なんですが、ちょっと申し訳ないです。1回のブリーチでできる範囲かな。でダブルカラーでブリーチしてカラーしたいと思います。長さはさっきちょっと聞いたんですけど顔周り少し切るんですね。そうです。顔周りをちょっと切って長さ変えないで、ダウンはいなくてもいいですか。その感じで大丈夫ですか。なれば段が入ってもいいなので、ちょっとこの辺がふわっとしてて、ボリュームがすごいこう、はい、やります。はい、今ブリーチを塗ったので、ブリーチワンブリーチだけしてこれに、もうちょっとね白っぽくしていきたいので、ソーダカラーを塗っていきます。ユイって知ってます？歌う人。めっちゃ好きでした。あの人の歌歌ったらうまそう。声がなんか似てますか。うん、なんかうまそうな気がします。東京っていう曲あったっけ。ああ、いいですね。ありますよね。なんかグリーンアライブっていうアルバムの前まではすごい全部聴いてたんですよ、はい、結構歌えますか。歌ってますね。ピキカラオケめっちゃ似てそう。ちょっと歌ってもらっていいですか。ああ、それはちょっと恥ずかしいな。確かにそうですね。それは嫌ですよね。僕も嫌ですよ。相対性理論とか。相対性理論全然全然有名じゃないですか。いや、なんか分かんない人分かんないじゃないですか。あー、そっか。あ、相対性理論うまそう。確かに超似てそう。スピエとか。あ、はい、分かる、全然分かりますよ。あ、めっちゃ知ってますね。そう、結構音楽好きですか。音楽ね、やってました。あ、そうなんですね。はい、なんでそれだからかな。あ、そうかも。そのぐらいの知ってます。すいません、ごめんなさいね、こっちの今根元の、ソーダカラーの根元塗ってるんですけど、根元はちょっとブルー強めにしてます。で、根元真っ暗なんで染めてませんから、あの毛先につなげていくために結構根元はこう濃いめにしてますね。で、この時にあんまりはみ出しちゃうと中間のブリーチしたところがちょっとヤバい色になっちゃうんで、そこは気をつけましょう。以上です。はい。そうだ、あとモデルさん染まりやすいじゃないや、染みやすいから根元絶対つけないでやってます。で、ここを塗っていってますね。これ魔法のコームを使って塗ってます。これでめっちゃリタッチしやすい魔法のコームです。多分あんまり売ってないんですけど、欲しい人は言ってください。ちょっと持ってます。いや、めっちゃトイレ来て。いや、大丈夫、これもう今ちゃんと塗るから。塗ったら、そのこのライブそのまましとくんで、なんか喋ってたのっていいですか。あ、さっきの歌、なんだっけ。無理なんだっけ。相対性理論でいいや。いや、無理ですよ。もう合わないと思えば大丈夫です。いや、もうそんな大丈夫だ、もう合わないから絶対大丈夫。あ、すいません、Facebook の人たち、皆さん、まあ、先ほど、検証、カラーの検証結果が出ましたので、後ほどアップしたいと思うんで、タイムラインを
見といてください。お願いいたします。そうなんですよ、ライブ。しかもこれインスタグラム見たくストーリーもだけできたんですよね。後で見れないっていうのはちょっと。そうですね。消えるからこそ価値があるのかもしれない。今の歌詞にしてもいいですよ。消えるからこそ価値があるんですか。ありがちじゃないですか、すごい。消えるから聞いたことあるのだって。本当ですか。消えるからこそ価値がある、すごいいいじゃないですか、それ。歌詞に使います。いいこと言いたい歌手の人が絶対使ってるやつじゃないですか。だから今が大切みたいな意味になるじゃないですか。めっちゃいい歌詞ですよ、今絶対使えますよ。いいメロ考えてください。はい、Cメロあたりで使ってほしいですね。ちょっと違う感じの曲調になって。落ち去り前ですか。ん、落ち去り前ですか。そう、落ち去り前ところで今のこれで今根元をソーダカラーして毛先をもそうですね。なんで通常のダブルカラー、ワンブリーチだとしても通常のカラーよりは結構透明感は出せるカラーなんで、2回抜かなくてもまあいけるのかなっていう。ブリーチは1回でだいたい結構真っ白っぽくはいけるのかなって感じです。ということで私は手洗いに行っていきたいと思います。ちょっと後で繋いでてもらっていいですか。一旦当てていいですか。いやいや、まあ、ちょっと今そう、これが皆さんできましたので、はい、このカラーの検証結果が出ました。まあ結構ね、まあいろんなメーカーさんの色がこう出るよっていうのがこれで分かりますので、後で発表します。毛先は結構ダメージが、まあ結構毛先がバラバラなのとちょっとダメージ今巻いちゃってるんでちょっと分かりづらいですが、毛先がちょっとまとまってないんでちょっとそこをまとめて切ります。なのでショーバルタンで切っていくんですけど、ちょっとアウトラインちょっと切り方変だけど大丈夫だから気にしないで。ちゃんと慣れたんですよ、ちゅうちゃん。はい、上から、内巻きにもイングレに持ってきてカットします。一回ちょっと重さを出さないとまとまりがつかないんで、ちょっとダメージを取りながらまとまりをちょっと作っていきます。どこまで伸ばしたいな。ちょっと下見てください。あ、その辺まで行きたい。了解です。この位置でくださいね。はい、で、つむじの位置を確認しながら、そこと下のラインがつながっているのを確認して、切っていきます。で、下を向いてもらうことでバックの方がちょっと回しますね。下を向いてもらうことでバックの中の毛が出てくるんで、結構バラバラだったので、そこにまずですね、まとまりやすいように、ちょっと軽すぎて跳ねちゃったりとかするので、つむじをイメージしてここからまっすぐのラインをまず握っておきます。で、左から持ち替えてインぐらいにちょっと折った状態でブランドでカットしていきます。はい、つむじの位置をイメージして、はい、ここからつなぐ位置ですね。この位置が正しいか確認していかないと右手の長さがかなり変わってしまうので、注意してください。はい、でこのつむじの位置をイメージして、はい、イングラをイメージしながらカットしていきます。はい、上から持ってきて親指でちょっと曲げるようなイメージです。上から持ってきてつむじとの直線のラインを、人差し指とこちら親指をつなぎます。はい、人差し指と親指をつないで、この親指ですね、人差し指1本の線で結んで、その延長線のところでイングラを作りながら、R シザーでカットしていきます。はい、つむじと
人差し指と親指がつながるような感じですね。はい、前髪もしょぼれたんで切っちゃいます。なんかあんまり軽くしないほうが似合いそうなんで、はい、これも同様に、このつむじの位置からイメージしてリングラインに持って、こういうふうにリングラインに持っていきますね。で、バンドはちょっとあの彼女サイドから、ちょっとサイドのバングの方、バンクもちょっとサイドからこう流れるじゃないですけど、横から行くような感じが似合いそうなので、ここもイングラを作ってるんですけど、親指で中に折った状態で少しこっち側に逃がしていくような感じでカットしていきます。この時にノーテンションにしていかない と、イングラにならないので、なるべく優しく触ってください。あとはイングラにするすごい簡単な方法が実はありまして、親指でずらすっていう方法があるんですけど、バングを切る時に取れるかっていうと、この状態で親指を少しこう上げるんですね。そうすると中の毛が出てきますよね。ワンブリーチして、それなりには抜けたんですけど、白くするやっぱり2回もしくは3回ぐらい必要かなと思います。ここから色の変化をちょっと楽しめるかなと思いますので、はい、顔周りは2ブロックでカットして、上から重さでかぶせて、奥行きが出て、その顔前に影ができるような感じで、サイド と、トップの方がつなげないであえて切りました。で、ウエイトの方を耳上のところをちょっと上げて、少しポイントが上に来るようにちょっと変えてください。はい、です。動画 1000個ぐらいあるんで、皆さん過去のやつをぜひちょっと見返してみると、関連動画からいろいろこういけますので、関連動画からいろいろ見ていただければ何か気づきになるかなと思います。じゃあ皆さん最後まで見ていただいてありがとうございます。ではバイバーイ、さよなら。